出身の女優。同国を代表する女優の一人。1986年に短編に初出演し、1990年に長編映画デビュー。これまで50本以上の作品に出演している。セザール賞は、ラナゲ・インジエンネで有望若手女優賞候補になって、以来の常連で、レ・ランダナーズ、パリ、幸せの雨傘、パティとの21夜で、女演女優賞にノミネートされ、 キスはご自由にで受賞。難病にかかった音楽家を熱演した勇気を出して、で、主演女優賞初候補で初受賞し、彼女の人生の役割、パリ警視庁未成年保護部隊エールで候補となっている。主要作の公開作は少ないが、フランス映画祭で多く上映されており、2005年には、オノの上映のため監督のコスタガブラスと、 来日している。また、TV 5モンドでも多くの作品が放映されている。ありがとうございます。